今月のキラリ四日市人は私立博物館天文ボランティア伊藤修一さんです。子供の頃から好きだったんですよね。土星の姿を見てこんな綺麗な星が地球以外にもあるのねと思って、そしたらあと木星とか火星とか金星とかいろいろ見ていくうちにこれはすごい子供の頃から星に魅せられた伊藤さん、およそ20年前に天文ボランティアに就任し、星空観望会などで子供たちに惑星や宇宙の魅力について解説しています。子供の頃に天文関係の好きなことを思い出したのと、ボランティアが一緒になったのが博物館から募集があったので、これじゃないかってなんか呼んでるっていう形になって、参加者と星空を見ると新たな発見もあり、毎回楽しいと伊藤さんは言います。土星とか見てもわなんか図鑑見たいとか写真見たいとか言われて、本当に見るとこんなに綺麗やったんやっていう、なんか実際に見てもらった時の目の輝きというかね、喜んでる顔がすごいなんていうか、あ、やってよかったなっていうのが、それが毎回、はい、ありますよね。伊藤さん、今月のおすすめの星を教えてください。空が乾燥しているのでキラキラ光って綺麗なんですよね。で、一等星、明るい星も多いので、ぜひ、まあ、オリオン座と冬の大三角形ですね。あと少し斜め上になるんですけど、牡牛座のプレアデス星団、日本名でスバルっていうんですけど、これを見ていただくと、先ほども言いましたけど、望遠鏡でとか双眼鏡で見ると星がいっぱいあるのが分かるんです。それが非常に綺麗ですよね。コロナ禍とかで大変な時期なんですけど、たまにはちょっと角度ちょっと少し上でいいです。目線を上に上げていただくと、夜だったら素敵な星を見ることができるので、ちょっとそれだけでも心が和むかなと思います。